どうも、三浦でございます。本日は4月11日に行います私三浦の、生誕祭のチケットの手売りのために、五反田駅まで行く日でございます。こうやってカメラ回して行っておりました。山手線乗りまして、こう窓から見える景色を撮影しようと今こうやってスタンバっておりますけれども、なかなか走り出しませんで、時間が経過しております。でさらに走り出したら走り出したで、ちょっとこの車内が明るすぎてですね、外の景色が全く映らないということで、こう試行錯誤しながらやってますけども、ダメです、諦めましたね。はい、そうこうしてるうちに五反田駅に着きまして、こうやって、皆さんの流れる人の流れに飲み込まれながら移動しております。はい、改札を出るところですね。この改札なんか赤くてかっこいいですね。シャー専用みたいですね、っていうのを思いながら、はい、やってきました五反田駅でございます。五反田駅はですね、昔何回か来たことあったような気もしますが、なんで来たかはもう覚えておりません。はい、こういう心境でね、いつも、街角に立ち続けておるわけでございますけれども、私三浦から見ている景色はこういった、人が通り過ぎていく姿のみですね。はい、今日は誰か来んのかなとか思いながら走行してると、1枚売れました。差し入れもいただきました、ありがとうございます。はい、歓喜の声を上げましたね。ということで本日は、1枚売れましたので、ウハウハで帰り道帰路に着くところでございます。はい、まあ、こうやって毎日ですね、日が許す限り、手売りしようと思っておりますので、お近くの町に行った際は皆様ぜひ買いに来ていただけると嬉しいです。はい、五反田でございます。こうカメラの向きがちょっと上すぎてなんかあんま映ってませんけども、はい、ということでですね、明日はどこだったっけな、大崎駅で手売りをする予定でございます。明日もこうやって、カメラを回して私が見ている景色、そして思っていることなどを、つらつらと動画にしたいと思いますので、ぜひとも皆様、チケットを買いに来ない人も、買った人も、これから買う予定の人も見てください。おしまい。